どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、T ポイントと V ポイントがね、統合しましたよね。まあ、数日経ちましてですね、やっとね、あの、統合 ID 連携とかもね、無事できるようになったと思いますので、まあ、今回の動画ではですね、このね、新しくなった V ポイント、まあ、どういった感じでね、変更があったのか、またね、どういった感じで利用することができて、どういった感じでね、ポイントルートになるのか、解説ね、やっていきたいなぁと思います。 ということで、私の動画の中ではですね、細かい話とかでね、させていただいてたんですけども、このね、新しくなった V ポイントっていうのは、まあ、元々の T ポイントがありますよね。 t ポイント。まあ、こちらがですね、新しい v ポイントになったんですけども、まあ、中身は t ポイントのままっていうふうになりますんで、まあ、特にね、ポイント交換ルートとかもね、変更なく利用ね、することが今後ね、今後もね、できるようになるわけなんですけども、結構ね、質問が来ておりましたので、今回の動画では改めてね、解説ね、やっていきたいなと思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい、ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、VV 誕生祭のね、こちらホームページになっておりまして、まずねえ、T ポイントが V ポイントになってですね、今後ね、運用されていくわけなんですけども、T ポイントがね、使えてたお店が4月の22日からですね、この V ポイント、まあ中身は T ポイントのままみたいな感じなんですけども、T ポイントが使えてたお店がそのままね、V ポイントがまあ使えるようになったということで、4月の22日からね、新しいお店が仲間入りということで、今後ね、V ポイント ね、提示ししててていいいたたただくくとこちらお店、ね、利用した時ににままっていくってった形になりますそれでは次にですね、こちら ANA マイレージ移行ポイントのえ利用方法ということで、こちらね、T ポイントと V ポイントがね、一緒になるっていう発表の時にね、一回解説させていただいたわけなんですけども、今までですね、ANA マイレージ移行ポイントは従来マイレージ以外の景品や他社ポイントにも交換できましたが、 今回の V ポイント統合後に ANA マイレージ移行ポイントをマイレージ以外へ交換したい場合は、まず V ポイントへの交換が必要になります。また、付与されるポイントの還元率200円につき1ポイントやマイレージへの交換レートは従来通りですということで、今までですね、この ANA マイレージ移行ポイントっていうのは、この V ポイントがね、あの、利用することができる交換先に、そのまま交換できちゃってたんですよね。 ま、これはどういうことかというと、この ANA マイレージ移行可能ポイントっていうのは、レートが高いんですよね。ANA マイレージに交換する際に。ですので、まあ、基本的にね、ANA ビザカードとか、ANA マスターカードとかね、三井住友カードを発行しているね、クレジットカードを利用されている方は、レートが高いんでね、まあ、お得に交換することができるわけなんですけども、今まではですね、この ANA マイレージ移行ポイントっていうのも、 そのままね、V ポイントの交換先にね、交換できちゃったりしてたんですよね。まあ、今回の改定で、今後はね、この ANA マイレージ移行ポイントを V ポイントに交換したい場合は、一度ね、ANA マイレージ移行ポイントを V ポイントに交換して、そこから V ポイントの 使っていただいたりですね。その他のね、他社ポイントや景品にね、交換することができるっていう風になるんですよね。まあこちらはね、今回ね、この t ポイントと v ポイントが統合によって、こちらね、こういった感じのね、運用に変更になりましたので、ぜひね、こちらは覚えておいてください。特にね、あの、レートとかはね、変わんないんですけども、ミスがね、起こらないように、まあなったっていうところですよね。それでは次ですね。今回ね、t ポイントと v ポイントが一緒になりまして、ポイントの有効期限がね、 変わります。今まではですね、こちらね、Q&A に記載がありますけども、V ポイントリニューアに止まり、ポイント流行期限変わりますかということで、今まではですね、ポイント有効期限はカードの種類によって、2年から4年のね、有効期限だったわけなんですけども、こちらがね、2024年4月22日よりですね、ポイントが最終変動日、貯める、使う、交換するから1年間に変更されますということで、今後はですね、この新しい V ポイントっていうのは、 ポイント最終変動日ということで、貯めてっていただいたりね、交換していただくとですね、自動的に延長になるっていう風になるんですよね。ですので、今後はですね、特にね、あの、定期的に貯められている方に関しては、実質無期限って言ってもね、いいっていう風になりますんで、この点ね、ぜひ覚えておいてください。で、こちらにも注意が必要で、ANA ビザマスターカード、え a n a 銀聯カードで貯まる ANA マイレージ移行ポ、行可能ポイントの有効期限は以下の通り変わりませんということで、こちらはね、あくまで V ポイント、純粋な V ポイントは最終変動日から1年間がね、適用になるわけなんですけども、ANA のカードに関してはね、今まで通りプラチナが4年、ゴールドが3年、一般カードが2年っていうふうになりますんで、この点はね、注意していただきたいなと思うんですけども、まあ普通にね、V ポイント貯めていく分にはですね、有効期限ね、実質なくなるっていうふうになりますんで、 これはね、本当にいいですよね。それでは次です。えー、今後ですね、このね、大きく変わる部分としては、この三井住友カードありますよね。こちらに関しては、この新しい V ポイントがね、まあ、V ポイントが新しい V ポイントに変わっておりますので、まあ、このままね、溜まっていくわけなんですけども、ファミマ T カードであったり、T カードプライムクレジットカードありますよね。まあ、私の動画でね、特にこちらのね、クレジットカードは、 日曜日の還元率がね、1.5%還元っていう風になりますので、1.5%でね、日曜日利用していただければ、まあ、それだけで,ですね。A m マイル還元率1.05%叩き出せるね、年会費無料のクレジットカード。まあ、あの、前年1年使えばね、翌年も無料になるクレジットカードなんで、まあ、実質ね、あの、年会費無料でね、維持することができるクレジットカードということで、かなりね、お勧めさせていただいているわけなんですけども、このカードとかね、もともと T ポイントが貯まったカードなんですけども、まあ、今回の改定で、この T ポイント ポイントは v ポイントにねたまるポイントも変わるっていうふうになりますので T ポイントが溜まってたクレジットカードに関しては今後ね v ポイントがね溜まっていくっていうふうに変更になるんですよね まあ、こちらはですね、もう公式サイトがね、もう全部、この t ポイントから v ポイントに変わりますみたいなね、感じが表示されておりますので、まあ、ホームページ見ていただければね、わかるんですけども、まあ、ロゴはね、多分次の更新まで変わんないと思いますので、まあ、今後はね、こういった感じで運用されていくんですよね。それでは次にですね、この v ポイントね、何に利用するのがおすすめなのかっていう話なんですけども、まず一番最初に、えー、おすすめなのは、キャッシュバックですね。まあ、クレジットカード、三井住友カードに関しては、1ポイント1円 でねねあののカードの利用額に、ね、重当することができるっていう風になりますこちらはね、公式サイトなわけなんですけども、V ポイントクレジットカードの支払い金額にキャッシュバックということで、注意点がね、一つだけありまして、交換したポイント支払い金額を超過した場合は、 キャッッシュバック残高となりり翌日に繰り越されます繰り越し残高の有効期限は3ヶ月ですということで、有効期限を失効するっていう風になるんですよね。ですので、こちらね、あの、クレジットカードって、この三井住友カードね、私の動画のチャンネル見てる方はね、結構たくさん持ってると思いますので、ちゃんと利用したカードでですね、キャッシュバックをしないとですね、3ヶ月でね、この繰り越された残高っていうのは失効してしまいますので、この点だけね、注意していただければなと思います。これで 繰り越されるんですけども、繰り越された有効期限3ヶ月しかないんですよね。結構短いですよね。ですので、この有効期限をね、執行してしまうっていうふうになりますんで、簡単で利用することができてね、非常におすすめなんですけども、使ったカードにね、キャッシュバック申請ね、するようにね、ご注意いただければなと思います。 それでは次にね、おすすめなのが SBI 証券での、まあ、投資イ購入ですよね。投資イン購入にね、この V ポイントっていうのは利用することができて、100ポイント以上からね、あの、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、こちらでね、充当していただくのもね、いいんですけども、まあ、ちょっとね、 投信でも買ってみようかなみたいな感じで、ポイントでね、この投信だ購入できるって、気軽にね、利用することができるっていうふうになりますんで、これもね、結構おすすめですね。で、次にですね、この V ポイントをですね、どうにかネットの決済で使いたいみたいな、まあそういった方はですね、こちらもね、あるんですよね。V ポイントペイアプリ。これね、旧の V ポイントっていうね、アプリで、 ビザタッチ決済だったりですね。ID とかのね、決済が使えるんですけども、こちらのね、あの V ポイントアプリを使うと、えー、クレジットカードの番号をね、出して、えー、利用することもできるんですよね。ですので、もしね、この溜まった V ポイントを Amazon とかでね、使いたいっていう方は、えー、1ポイント1円でね、チャージすることができるっていうふうになりますんで、チャージしていただいてですね、ネットショッピングでね、利用することもできるっていうふうになりますんで、 もしね、V ポイントアマゾンとかで使いたいっていう方は、このね、V ポイントペイアプリを、えー、まあ、ダウンロードしてる方だと思う、ほとんどだと思いますんで、チャージしてね、利用するようにしてください。こちらね、公式サイトなんですけれども、これ通りね、やっていただければね、クレジットカード番号をね、出せるっていうふうになりますんで、まあ、こんな感じでね、出すことができますんでね、これを入れて、インターネットね、ショッピングね、利用することができます。 で、次にね、他社ポイントの交換なんですけども、ま、今回ね、V ポイント、T ポイントが V ポイントになってですね、先日ね、S ポイント、ハピーポイントってルートもね、開通いたしましたので、ちょっとね、全部まとめて、え、表ね、作ってみたわけなんですけども、今回ね、ま、V ポイントになって、今までね、V ポイントと T ポイントだったものが新しい V ポイントになったんですけども、ま、こういったね、ポイント交換ルートっていうのは、本当にね、 t ポイントをそのまま受け継いでいるっていう風になりますんで、カードでね、貯めたポイントっていうのはこの v ポイントになるわけなんですけども、まあ、このね、今までのね、この t ポイントで使えてたルートがね、そのまま使えるっていう風になります。ですので、まあ、ソラシドエアーとかですね、ホテルニューオータリーのね、ポイントにも、えー、今まで通りね、交換することができますし、ANA、ね、ビザにもかがね、あれば70%で ANA マイルもね、交換することができますし、またね、えー、2023年にこの和音ポイントとですね、100%でね、この t ポイントのサイトでね、交換することができます。それがね、こちらになっておりまして、ワンポイントね。 まあ前はこれ t ポイントって書いてあったんですけども、こちら一応まだ t サイトのまんまですね。はい、t ポイントを1ポイントに交換するということで、一月3万ポイントで、ね、交換することができて、交換にはね、i4 の ID がね、必要になりますので、この点ご注意ください。でですね、このウェルシアでってあるじゃないですか。毎月20日はこのウェルシアでポイント1.5倍で利用できますっていうのがあるんですけども、これですね、2020年の9月より細かい話かなんかで言ったと思いますけども、9月よりですね、 もう t ポイント、まあ新しくなった v ポイントはね、使えなくなるんですよね。 で、和ンポイントのみになりますので、ブリシアデでね、利用されているっていう方は、今後ね、この V ポイントをね、和ンポイントに交換していただいて、利用していただくっていうふうになりますんで、あとね、4ヶ月ぐらい先ですけども、こういった感じでね、9月からになりますんで、この点ね、ご注意ください。でですね、ポイントサイトからですね、この V,、えー、v ポイントのルートなんですけども、まあ今までね、T ポイントが通ってたルートはですね、そのままね、新しい V ポイントになってね、ルートが通っているっていうふうになりますんで、 ま、今までね、この PEX から V ポイント、Q の V ポイントですね。あの、移行がね、3月だったかにね、終了いたしましたけれども、まあ、今後もね、普通に T ポイントがね、この V ポイントになっておりますので、ドットマネー、PEX に両方とも交換することができるっていうふうになります。まあ、一部のポイントセーターね、直接交換することができますので、まあ、そのまま利用していただくか、まあ、経由するかはね、手数料等々見てね、利用していただければなと。 思います。で、右側の部分なんですけども、このね、V ポイント、新しくなっても、この JR キューポにもね、交換することができるっていうふうになりますんで、JR キューポからね、請、え、求、ー、不滅ポイント、そこからね、ANA マイル、このクレジットカードがあれば、交換ね、70%で利用することができます。ですので、このね、ここは JQ 水保ルートなんていうふうにね、私は言わせていただいてるんですけども、まあ、こちらもね、 今まで通り利用することができます。で、またね、この ANA マイルね、あの、先日ね、メトロポイントのね、統合ありましたけども、ANA2B カード、パスも JCB があれば、こちらね、有効期限延長とかもね、利用することができますけども、こちらね、行きは100%なんですけども、帰り90%になりますんでね、レートはちょっと下がるっていう感じになります。で、またね、JR キューポから G ポイント、リクルートポイントをね、経由していただくと、このルートでね、あの、利用していただくとね、この D ポイントのね、 今はね、10%増量キャンペーンまで下がってしまいましたけども、まあ、こういったね、キャンペーンにも、えー、利用することができます。ここね、一部手数料かかったりするんですけども、G ポイントね、えー、たまに使っていただければですね、手数料ね、えー、返ってきたりしますので、まあ、一応このルートもね、記載させていただきました。まあ、ですので、まあ、ここら辺のポイントもですね、D ポイント増量を利用しつつ、JAL マイルのね、交換も、えー、利用することができるっていう感じですね。で、下の方のね、ルート、えー、見ていただくと、えー、ここら辺のルートがね、新しく で、追加になってると思うんですけども、まずね、JR キューポからポンタで JAL マイルですね。こちらも今まで通り利用することができて、まあ、こちらね、キャンペーンを利用すれば、まあ、大体60%でね、ポンタポイントを JAL マイルにね、交換することができます。で、下のね、ルート、こちらがね、1ヶ月前ぐらいにね、開通したルートなんですけども、S ポイント、こちら阪急グループのね、ポイントみたいで、私はね、こちらポイントカード持ってないんですけども、このポイントから関西電力のハピーポイント、 こちらを利用すると、えー、t ポイントでね流せるっていうふうになりますんで、これが通るとね、どういったいいことがあるのかっていう話なんですけども、今後、えー、このポンタポイントで溜めたポイントも、えー、d ポイントの増量を乗せつつジャルマリに交換されたいっていう方、こちらをね、開通しておくのがね、おすすめっていうふうになります。で、なるんですけども、まずね、この s ポイントっていうのはですね、 えっと、阪急グループのポイントですので、まあ、ポイントカードがあればね、利用することができるみたいなんですけども、えー、私みたいにね、関東に住んでる方はですね、もう、わざわざ取りに行くか、もしくはクレジットカード発行するかみたいなね、そういった二択になるかと思います。で、このハッピーポイントもですね、関西電力のね、ポイント制度なんですけども、まず、えー、クレジットカードなしの場合だと、関西電力のね、サービスを利用している人しか使うことができません。で、できないんですけども、 このクレジットカードね、ハピーカードがあると、このね、あの、関西電力と契約がなくても、クレジットカードを持てばえ、このハピーポイントのね、ポイントプログラム利用することができるっていうふうになりますんで、こちらもね、関西電力と契約するか、えもしくはえ、ハピーカードを発行するか、まあ、どちらかになるかと思うんですけども、こちらはですね、結構ね、ハードルは高いね、ポイント交換ルートっていうふうになります。私もね、あの、このルート通っておりませんので、まあ、このルートが通るとですね、この ポンタポイントも、えー、T ポイントにね、移行できますんで、ポンタポイントも ANA マイルに流せてしまうっていう風になるんですよね。これは結構ね、私としてはね、開通しておきたいところなんですけども、ちょっとね、S ポイントもポイントカードもらいに行かなきゃいけないですし、こちらに関してはね、あの、契約してもないね。<laughs> 関西電力のクレジットカードを持たなきゃいけないので、ちょっとハードルは高いんですけども、まあ一応ね、こういった発信をしておりますんでね、いつかこの S ポイント、えー、カード取りに行ってみた動画とかね、出すかもしれないですね。 まあ、こういった感じでですね、えー、交換、ポイント交換ルートね、えー、利用することができますので、やはりね、今回この t ポイントが v ポイントになりましたけども、今まで通り t ポイントで利用できてたポイントルートがね、そのまま今のところはね、利用することができるっていうふうになりますんで、こちらね、非常にいいですよね。 で、またね、結構ね、知らない方いらっしゃるみたいで、このね、三井住友カードには本会員でカードをね、あの、私で、私の家族で言うと、私と奥様いますけども、私も奥様も三井住友カードの本会員でカードを持っていればですね、 この家族ポイントっていうのが利用することができるんですよね。で、この家族ポイントをね、登録していただくと、このね、あの、三井住友カードのなタッチ決済7%以上ありますよね。家族ポイントを入れると、一人ね、1%上乗せがもらえて、最大5人までだったかな。はい、5人までで最大5%ね、あの、上乗せできるんですよね。 まあこういったサービスがね、この家族ポイントっていうのがありまして、これは家族カードじゃダメで、本会員カード同士じゃなきゃね、まあダメなんですけども、年会費もいろいろね、ナンバーレスとかでも OK ですので、家族でね、本会員同士で持っていれば、この家族ポイントっていうのが登録することができるんですよね。こうするとね、どういった良いことがあるかというと、 ポイントをね、分け合えることができるんですよね。まあ、簡単に言えば、t ポイント。ま、あ今回ね、t ポイントと v ポイント一緒になりましたので、まあ、いろんなね、散らばってる v ポイントが、家族ポイント登録することによって、一つのね、ポイントに移行することができるっていう風になりますので、もしね、家族同士でポイントがね、散らばってるよっていう方はね、ちょっとね、あのー、クレジットカード発行しなきゃいけないので、まあ、ハードルは高いんですけども、これがね、結構ね、利用できるとね、あの、いろんなところに散らばったポイントね、全部 V ポイントに集めて ANA マイル、JAL マイルとかに、ね、交換することができるっていう風になりますんでこれはね結構おすすめですね それでは次に ID 連携ね、前回ね、できませんでしたのこのタイミングでね、実演していきたいなと思います。まあ、こちらね、そんなに難しくないんでね、もうされたっていう方もね、いらっしゃると思うんですけども、まだされてない方はですね、参考にしてみてください。まずね、v p a s アプリを開いていただきます。そうするとね、トップページに出ますので、まあ一応ね、先ほどね、あの、ポイント充当のやつがあったと思うんですけども、それも一応ね、見ていきましょうかね。 V ポイントのね、ポイントのところを押しますよねえ。そうするとですね、もっと貯める、簡単に使うっていうのがあると思いますんで、簡単に使うでいいんじゃないかな。はい、そうですね。え先ほどね、あの、ネットで使いたいっていう方は、このね、ビザで使えるっていうのをね、この V ポイントこれ、今のね、V ポイントペイアプリがね、この前の V ポイントのアプリなんですけども、こちらにチャージしていただければ、 V ポイントペイアプリでネット決済がね、利用することができます。で、え、キャッシュバックについてはですね、こちらですね、キャッシュバックお支払い金額に充当していただくと、えー、V ポイントの交換画面に出ますので、まあ、下の方に行っていただくとですね、お支払い金額に充当っていうのがあると思いますので、こちらをね、押していただきます。そうするとですね、キャッシュバック1ポイント1円っていうのが出ますので、こちらでね、ポイントを入れて利用していただきます。で、充当される対象のカードっていうのが、 今ね、えー、三井住友プラチナプリファード、私はオリーブの方がね、出てると思うんですけども、オリーブなのか、えー、その他のカードなのか、えー、こちらね、えー、下に出てると思いますけども、他社の、えー、充当される機能の場合は、V p a s s マイページログイン後、カード件名を参考にしながら、申し込みしたカードの二つ下のうちお手続きをお進みくださいということで、先ほど言ってると思うんですけども、これね、あの、他のカードにね、やらないようにね、ご注意いただければなと、 思います。で、こちらね、あの、支払い日をね、あの、選んでいただいて、あとはね、ポイントを入れていただければ利用することができるっていう風になります。ではね、VPASS で ID 連携していきたいなと思います。で、もうこちらね、トップページにね、あの、出るようになりましたね。はい、今ね、アップデートし直したら、まあ、この画面が出たっていうところですね。 はい。こちらもバナーをクリックしていただくだけなんで、まあ実際もう <laughs> いらないぐらいですね。はい。まあとりあえずね、アプリ、VPASS アプリね、アップデートしていただいて、F、あの、アプリね、開いてください。カードを使って、えー、設定するですね。T カード番号入力か、えー、YAFID で連携ですね。私は YAFID、ah、でね、やっちゃいましょうかね。はい。そうすると、電話番号等々入れている画面になります。はい。これでお手続き完了しましたということで、本当に一瞬で終わりますね。はい。ですので、まあ、 皆さんサクッとね、やっといていただければなと思います。はい、そうするとね、あの VPASS アプリのトップページのね、ポイントの表示がね、えー、統合された後のね、ポイントに変わりましたね。はい、これでね、えー、ID 連携完了っていった感じになります。 はい。ということで、今回ですね、V ポイントね、新しくなりましたので、大きな変更点とえポイント交換ルートですね、まとめて解説させていただいたわけなんですけども、いや、本当にね、T ポイントが V ポイント一緒になって、まあ、見た目は V ポイントなんですけども、中身は T ポイント、まあ、交換ルートに関してはね、まあ、そのまま利用することができるっていうふうになりましたんで、これはね、本当に良かったですよね。まあ、今後ね、解約が来ないことを祈るばかりですね。 はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリエイション、ポイント診断え、こちら無料で利用することができますので、ぜひね、こちらチェックしていただければなと思います。で、またですね、アメックスのゴールドプリファードありますよね。今、公式のキャンペーンで12万ポイント、紹介だと13万ポイントとかね、まあ、いろいろやっておりますけども、こちらね、今まで、グリーン、ゴールド、プラチナ、 持っている方に関してはキャンペーン対象外だと思ってたわけなんですけども、まあ、公式サイズに書いてあるんでねまあ、だと思ってたんですけどもこちらね、解約後半年経てばですねキャンペーン対象っていうのが 確認取れました。ちょっとね、説明する部分がございますので、もしね、こちら、アメックスのゴールドプリファードね、入会検討されている方は、えー、Twitter の DM、えー、Instagram の DM、ブログのお問い合わせフォームから、こちらのね、詳細、えー、ぜひね、あの、ご連絡いただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ